モスラは1961年7月30日に公開された東方製作の怪獣映画、及びそれに登場する架空の怪獣の名前、日本初の東方スコープの怪獣映画である、同時上映は泡盛くん売り出す。東方がゴジラ、ラドンに続く怪獣キャラクターとして注力した構想3年製作費2億円。 制作のべ日数200日をかけた大作特撮映画。本作で初めて登場した怪獣モスラは、その後も多くの作品で活躍し、選出の2怪獣と並び、東方3大怪獣と称される。プロデューサーの田中智之によると、本作の企画原案は、制作の半年ほど前に森岩尾から怪獣が暴れ回る映画も結構だけど、女性も見られる。 怪獣映画というのはどうだろう。すごく可愛らしい美人を出すんだよと持ちかけられたのがきっかけという。ここから小美人の設定が生まれ、田中は文芸員だった C の秀行のつてで中村慎一郎を紹介され、中村と福永武彦、堀田義恵の三者に原作を依頼。こうして公開に先駆けて週刊朝日で発行要請とモスラが掲載された。 田中は本作をゴジラ、空の大怪獣ラドンと並んで、出来のいい怪獣映画と自負している。安保闘争の翌年の作品で、当初世界同時公開が予定されていたこともあり、ロリシカとして描かれた米国との関係や、サンフランシスコ講和条約で、日本が独立を回復したはずであるにもかかわらず、外国人の犯罪捜査や、出入国管理が相変わらず、 在日米軍主導で行われていること、モスラがわざわざ横田基地を通ることなど、当時の日本の政治状況を反映した描写が目立つ。また、当時の潜在パンフレットには、フェミニズムや先住民問題がテーマとして掲げられている。当初、モスラが国会議事堂に眉を作り、その周りをデモ隊が囲むというバージョンが考えられたが、田中智之の 独立プロみたいだの一言で不採用になったという。国会議事堂に眉を作るという構想は、1992年に公開されたゴジラ VS モスラで映像化されている。本作はアメリカのコロンビア映画との提携により、全世界同時公開として宣伝された。初稿の脚本では、モスラはニューワゴン氏を襲う予定で契約書が交わされた。ただし、口述するように、 東方サイドでラストを変更したものの、コロンビア映画から契約違反で抗議されたため、急遽本来の結末に差し戻して撮影し直された。原作小説に、モスラが過去に出現したゴジラよりも巨大であるというセリフが存在し、準備校においてもシチュエーションは異なるものの同様のセリフが存在し、全種としてゴジラがあることを示唆していたが、最終的にはカットされている。 主人公の名前、福田善一郎は原作者3人の名前を組み合わせたもの。福田のニックネームのすっぽんの善ちゃんはアメリカ公開版ではブルドッグの善ちゃんになっている。公開時、東宝撮影所の食堂にはロールパンをモスラの幼虫、ゆで卵をモスラの卵に見立てた洋食のモスラ弁当が登場し、本編監督の本田と、 特技監督のつぶらヤがこれを試食している写真が残っているなど話題となっている。また、バイアリンスが企業タイアップしている。当初は大怪獣、モスラというタイトルだった。当時のスピードポスターに書かれているモスラのスペルがムースラになっている。1974年12月14日公開の東方チャンピオン祭りで海底大戦争イドレ例大作戦と燃える男。 長島修行栄光の背番号3と共に上映された。オープニングの BGM がオリジナルと異なり、モスラが孵化する時のインハント島民の歌に変更されているなど、62分の長さに短縮編集されている。理由は不明だが、オリジナルネガではセイバーが会場でモスラを発見するシーンで、パイロットのカットが一部入れ替わっている。DVD では、 ホンダの遺族の許可を取り元通りに直している。ゴジラシリーズ第26作、ゴジラメカゴジラ、第27作、ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS は、本作とつながりがある世界観として描かれた。バツメカゴジラでは、本作での出来事に直接的に触れられるシーンが登場し、東京 SOS では、本作に登場した中条新一が再登場を果たしており、 改装の形で本作のシーンが流用されている。台風により、日本の貨物船、第二原用丸が、座礁沈没。ロリシカ国の水爆実験場である、インハント島に漂着した乗組員が救助されたが、不思議なことに放射能障害が見られなかった。スクープ取材のため、乗組員たちが収容された病院に潜入した、日東新聞記者の福田善一郎は、カメラマンである。 花村道とともに、原田博士に注意されながらも、原水爆実験場であるはずのインファント島に、原住民がいることを知る。当初、ロリシカ国は原住民の存在自体を否定したが、急遽日露合同調査隊の派遣を決定。福田は調査団員の言語学者、中条真一と知り合う。インファント島調査隊の見送りが盛大に行われる、中、福田は調査団の船に、 無断侵入。かろうじて臨時の警備員として記者活動を行わないことを条件に参加を認められるが、ロリシカ国側事務局長、クラーク・ネルソンは参加する科学者たちの収集資料のすべての提出を求めたりと科学調査隊としては極めて不審な行動を取る人物だった。インファント島に上陸した調査隊の前に現れたのは、 放射能を汚染された島の中心部に広がる緑の森だった。奇妙な植物群の中に謎の石碑を発見し、記録を取った中将は巨大な吸血植物に絡め、取られるが、その窮地を小美人という双子の妖精に助けられる。ネルソンは小美人を資料として捉えたが、彼らを守り、インハント島で平和に暮らす原住民の存在を知った調査隊は小美人を解放。 誰が言うとなく、観光例を敷き、帰国した、調査隊は誰一人島の秘密を語ることなく、解散する。その後、中条の自宅を訪れた福田はネルソンを話題にする。ロリシカ川代表のラーフ博士の手紙によると、インファント島調査隊はネルソンが運動し、資金を提供したものだった。もしかすると、国際古美術ブローカーではあるまいか、と福田が疑念を口にする。一方、 中条は、島で発見した石碑の碑文の解読を見せる。もスラ、その後が意味するものは、謎のままだ。その頃、ネルソンは直属の部下を率いて、インハント島を裁縫していた。彼の目的は、小美人そのものだった。特徴的なサイレンの音に姿を現した、小美人をそのまま誘拐し、小美人を助けようとした、原住民に容赦なく発砲。 石を鳴らして、相手を威嚇するしか、術のない彼らは次々に倒れていくが、ネルソンたちが去った後で洞窟に崩れ落ちた老人が、祈るように、もすら、とつぶやく。その祈りに応えるかのように、洞窟の奥が崩れ落ち、虹色の巨大な卵が出現した。天野ノ・勝編集長により、東京で評判になっていた、養成賞の主催者があのネルソンであることを知らされた。 福田や中将、花村らは、ネルソンによって、小美人が、囚われのみとなったことを知り、抗議に赴く。観客として、養成賞を見た彼らは、意味はわからないが、印象的な小美人たちの歌声の中の、モスラという言葉に惹かれる。小美人たちの歌声は単なる歌ではなく、インハント島の守護神、モスラの再生イコール誕生を促す祈りが、込められていた。同日同国。 遥か異国の小美人たちの歌声にシンクロして、インファント島でも原住民たちの儀式が最高潮に達しようとしていた。そして、虹色の卵を破り、モスラが復活する。やがて、インファント島から東京に向かう洋上に姿を現したモスラは、超巨大な芋虫状の怪物だった。防衛隊の洋上爆撃のナパーム弾で炎上した海に、モスラは姿を消す。 勝利を確信して、祝杯すら挙げていたネルソンに、福田は行き通り、原田博士は、死害が確認されたわけじゃないと皮肉を言うが、その時、東京近郊の第三ダムに異変が発生したとの知らせが入る。第三ダムの湖面は何か巨大な力で荒れ狂っていた。駆けつけた、福田たちが見たものはまさしく、モスラだった。 大水で崩落しそうになっている橋に取り残された赤子を、ま一発、福田は救い出すが、ダムを崩壊させた後、再びモスラは姿を消す。ダム結界は下流に、甚大な被害をもたらし、マスコミのネルソンに対する批判は強まるが、ネルソンは一切無関係だと主張を続ける。その後、今度は、モスラは、横田基地から、 青梅海道を東京に向かって進撃しているという一報が入る。全長100メートルを超える巨大な重戦車そのもののモスラに対し特殊隊と戦闘機が応戦するがとても静止できるものではない。ここに至ってついにロリシカ国大使館はネルソンから小美人を奪回することに同意する。折しもネルソンの非道に行き通っていた中将の弟、 信ぶが、ネルソンの楽屋に忍び込むが、毎発ネルソン一行は、大使館職員を装って航空機で日本を脱出し、ロリシカ本国へと向かっていた。原田博士からネルソンに提供されていた、脳波遮断ガラスのケースで完全に、装備人の居場所を見失ったモスラは、渋谷を破壊し、防衛隊の攻撃をものともせずに暴走を続けた末、東京タワーをへし折り、そこで糸を吐き出して、 巨大な眉を作り始める。もはや、事態は、福田や中条の有料すら超えていた。翌朝、ロリシカ国からの軍事援助で防衛隊に、原子熱戦法が供与された。午前10時をもって、モスラの眉に、熱戦攻撃を仕掛けられる。関係者全員に配られたサングラスなしには目を痛めるほどの巨大な炎が上がり、瞬時に、モスラの眉は、 灰となったかのように焼き尽くされる。同時刻、モスラの眉に対する原子熱戦砲攻撃の模様は、ドリシカ本国にも中継で放送されていた。自身の所有する農場のラジオでニュースを耳にした、ネルソンたちは、狂気のあまり小美人の脳波遮断ケースを開けてしまう。その時、黒焦げになった眉を突き破り、浮かした生体モスラが姿を現した。遠く離れた。 小美人の所在を感知し、活動を再開したのだ。原子熱戦法の攻撃は、眉の表面を焼きこそしたものの内部のモスラのダメージとならず、むしろ羽化を促進してしまっていた。やがて、モスラは巨大な羽根で、台風以上の突風を巻き起こすと、ロリシカ国の方角へ飛び去っていく。それを見た、福田や中将は、ネルソンがロリシカに逃亡したと確信を得る。 数時間後、福田、中条、道は、ロリシカ国に向かう、航空機の機上にあった。中条が、小美人と話ができる友人としての将兵だと、説明する。モスラは小美人を探し求めているだけだ。ネルソンから小美人を救出してモスラに返さない限り、大国ロリシカといえども大被害に見舞われるだろう。モスラの接近に、ロリシカ国内の世論は、 ネルソンへの非難が強まっていく。それでもなお逃走を図っていた、ネルソンだが、小備人を返せと罵声を浴びせかけるニューカークシティの群衆たちに銃を向け、警官隊との銃撃戦の末に最後を迎える。治安当局の手によって、小備人は保護されたが、モスラはなおもニューカークシティに大きな被害を与え続ける。一方、福田たちは、ロリシカの教会の鐘の音に、 聞き覚えのあるメロディーが含まれていることに気がつく。監督の本田志郎は、後年この、モスラを、ゴジラ、妖精、ゴラスと並んで、最も気に入っている作品に挙げている。それまでのホンダの特撮映画が、シリアス一辺倒だったのに対し、この、モスラは、コミカルで妖精な作劇が用いられた天気的な、ファミリームービーとなっている。また、インハント島民が武器を持たず、 石を叩き合わせて警告のみを行う平和主義者であったり、橋の上に置き去りにされた赤ん坊を福田が命がけで救助するシーンなど、ホンダのヒューマニズムが存分に発揮された作品となっている。特撮担当のつぶらやとのコンビネーションも、円熟期のさえを見せ、モスラに蹂躙された都心の街頭場面で、電線のスパークや犬の鳴き声などを劇中に挿入し、 リアリズムに徹したキメの細かいホンダ演出の恒例となっている。ネルソンの最後のシーンでは警官が射殺したネルソンの利き腕を踏み、懐を改める非常にリアリティのある演出が見られるが、ホンダは人間は10段くらいでは簡単には死なないという自身の出生経験を踏まえての演出であることをコメントしている。東京タワーに向かうモスラ本作品はゴジラや 空の大怪獣ラドン以上に成功な東方特設映画史上最大規模のミニチュアセットが組まれた。モスランが蹂躙する大梅街道、道玄坂、渋谷界隈は実物と寸分違わない成功な20分の1スケールのミニチュアで再現している。ミニチュアの制作にはスライド写真をキャメラ内に置いて見比べながら行う徹底ぶりだった。また、 画面に奥行きを持たせるための工夫も随所に見られ、特に幼虫モスラが横田基地近辺に現れ、そのまま大梅街道を突き進んでガソリンスタンドを破壊する場面では、画面手前から奥へまっすぐ伸びる道路を奥へ行くほど先細りに作り、それに合わせて沿道の電柱も手前から奥へ順に低くなっていくように作るという遠近を強調した設計になっていた。また、当時は、 東京オリンピックを控えて、都内のあちこちで、地下鉄の延長、相互の利入れ工事、主要駅前の再整備工事などが進められており、幼虫モスラが襲撃する渋谷駅前も一部、工事中だったのだが、劇中のミニチュアでは、この工事区域も再現されており、戦車隊が布陣したすぐそばに黒木2色の立ち入り禁止策や、警告看板などが置かれていたりする。 自衛隊の砲撃場面も戦車砲、ミサイル、無反動砲と発砲した火器の種類によって火薬の調合を変え、命中時の爆発フォルムの違いを表現するという丁寧さだった。第3ダムのセットは、小河内ダムをモデルとしている。本作は7月30日を封切り公開日になっても、合成カットに不本意なものがあった、特技監督のつぶらや英治は、 特撮シーンの編集を行っており、上映館に随時納入される製造順で4番目からフィルムの差し替えがあったとのことで、中野明義は当時渋谷東方へ赴もむいて2回目の上映前にフィルムを切ってこれを行っている。本来はコロンビア映画との契約でアメリカの場面を入れるようになっていた本作であるが、東方側は予算や 日数の都合等を理由に一方的にラストを、小美人を連れて、南九州、高千穂峰まで逃げていた、ネルソン一行が、モスラの追撃に遭い、そこで、ネルソンが死んで、大団円となるというものに変更した。監督の本田も、この変更に疑問を持ったものの、コロンビア映画からの返事を待てぬ、東方の指示により、2週間にわたっての鹿児島ロケを、観光、撮影を完了させた。 しかし当然ながら、コロンビア映画はこれを契約違反として、抗議・準備校にあった羽化した、聖中モスらが、ロリシカ本国を襲撃する、原稿バージョンに差し戻され、再び撮影が行われた。ホンダは、九州での撮影フィルムは現像されていないと、証言しているが、前半の日露合同調査隊の出港シーンでは、桜島が映っている。ーークのカットは、 東方にあったアメリカ・カリフォルニアのライブラリーフィルムを使用し、本編及び特撮シーンの撮影が急遽行われた。特撮スタッフは、急な変更にもかかわらず、大規模なニューカーク市の都市ミニチュア軍を制作し、モスラの風圧でショーウィンドウを破って店内に車両が突っ込むなど、見応えのある特撮カットで、これに応えている。監督のホンダは、 このシーンについて予算が少なく手抜きの結果になったと述べている。セットはニューヨークとサンフランシスコをモデルとしている。このような経緯により公開時のポスターでは出演部分がカットされた堤康久が木こり役としてクレジットされたままになっている。ラストでモスラを誘導するニューカーク市の空港はホンダによると米軍立川基地で撮影されたという。当初市の名前は ニューワゴンシティだったが変更されることになり、当時監督上手だった、ハルー・ヒロシが、ニューアークがいいんじゃないかと提案したところ、アメリカに実在する都市の名前であるというジェリー、伊藤からの指摘により、ニューカークに訂正した。九州での撮影の際に、高千やホミネの加工に悪人が落ちるシーンでの撮影に、使用した、等身大の人形をスタッフがそのまま置いていってしまい、後日発見した登山者が、 自殺者と勘違いし警察に通報し、救助隊が駆り出される騒動が起きている。ホンダは、後年 SF a が、ファンクラブの機関誌、モンスターズに寄稿したエッセイの中で、ラストシーン変更の天末について記述している。太平洋某所に浮かぶ、ジャングルに覆われた絶海の孤島に住む。無人島であると判断され、ロリシカ国の水爆実験場として用いられたが、 彼らは島に生息する巨大な放射植物から赤い飼料を取り、これを飲んで体表に塗ることで、放射能に対する免疫を保っている。中条によって、アトランティスとの関連が語られており、島の奥に古代遺跡の神殿祭壇がある。島民は巨大なが、モスラを守護神として崇め、踊りを奉納している。武器を持たない平和主義文化を持ち、侵入者には石を叩き合わせて警告する。 舞踏シーンは、日劇ダンシングチームが担当した。本題史郎は、当民の男女ペアが互いを引き合い踊るシーンに、子孫繁栄イコール生殖の意味を持たせていると、述べている。この踊りが最高潮に盛り上がった、最初の軍部シーンの終盤では、主役の男性ダンサーのかつらが取れるハプニングが起こり、これは NG となるはずだったがそうならず、本編にはカツラを拾う仕草まで収録されている。 同様のハプニングは、ゴジラエビラモスラナ海の大決闘のインファント島民が逃げるシーンにも見られる。インファント島のジャングルに生息する人間に絡みついて吸血する植物。核爆発のショックにより細胞が変化したとされる。防衛隊海上保安庁民間1998年には本作の内容を忠実に再現したサウンドドラマが制作された。大怪獣。 モスラのタイトルと吉田君まろによる作画で雑誌少年1961年7月号と8月号に掲載された大怪獣モスラは昭和36年8月号中一文庫中学時代1年生の付録である再現劇曲シリーズ1として1961年版映画の原作に忠実に音楽効果音は当時のまま 1998年に制作された。ストーリーは日東新聞社社会部デスクの福田善一郎が記者生活最後の日に自分の体験談を若手記者に聞かせる形式で描かれており、1961年版映画にはないシーンも含まれるが、小美人のセリフだけは映画と完全に同じである。ありがとうございます。